昔、ジーンズメイトには週4で行ってたことがあります。行き過ぎだよ、うん、そんな行くもんじゃない、ジーンズメイト、うん、ただ全然何も買ってないんだけど、買ってない。夜散歩がてらなんか行ってたんですよ、24時間やってるから。ああ、やってるね、ジーンズメイトね、大阪時代ね、うん、そうやってるジーンズメイトあるよね。やってるジーンズメイト見かけてチャリを爆走してたっていう過去があったんです。どんな過去があるの？なんで過去があるって、はい、サザンオールスターズ津波じゃないんだから。昔チャリでジーンズメイトに向かってた過去がある。売れるかそんな津波。はい、そんな津波ね。そんな津波じゃない、津波だと狂気の左サイドバックになっちゃいますから。いいす、はい、今日は何するんですか。やめてください。今日は何をするんですか。今日なんか、うん、なんか松原がこれやれってうるさいから。だからいいよマジで。何それ、ずっと高田中のモノマネしたい。高田中って言う な、 なお前な。なんで高田中のモノマネ。なんで石橋貴明さんがアメリカのメジャーリーグの、うん、映画出た時の役名で言うんだよ。なんでしたいの、高田中さん。高田中じゃないって。石橋貴明。石橋貴明さんね、うん。ちょっともうなんか松原がこれやれってうるさいからさ。何でそうだよ。聞いてないのにそんなやりたいの。何すんの。やりましょう。今日は何ですか。今日は、ブログカルタ。ブログカルタ、ブログカルタのなんか。ブログカルタ、もう一回。今日何ですか。今日は、ブログカルタ。ブログカルタ。これはお二人もわかんない。文字文字くんの。合ってるかこれ。合ってる。これは合ってる。文字文字くんのやつ。文字文字くんのやつ。何？ブログカルタって何？そこに、取り札があると思うんですけど、はい、ここに有名人の名前が書いてあります。うん、確かに、有名人だ、うん。で、これから僕がブログのタイトルを読み上げますので、はい、そのブログを書いてる人を取ってください。おー、なるほど。っていうか、こんないっぱいブログやってるんだ。やってるやってる、そら。北村総一郎さんなんかやってんのブログ。へぇー。っていうことよ、僕は。確かにね。へ、う、ぇ、んえー、そうなんだ。ちょっと楽しそうじゃん。うん。これやろうよ。ゲームみたいでいいですね。うん、ゲームですよ。ゲームみたいというか、うん。俺ゲームは恋愛しかやったことないから。はやってねえじゃねえか、じゃあ。なあ。はは。ラブゲームってこと、そのギミギミシェイク的な意味、うん、あれでもラブゲームはあれ、うん、テニスのラブって意味なんで。あ、そうなの。愛の方じゃないんです。あ、そうか、ラブゲームで。そうそう、ラブゲームでっていうのは実は本当ハートの方じゃないんですよ。ラブゲームで勝てる恋はってことだもんね。そうか、そういうことですね。そういうゲームじゃないです。ワンサイドゲームで勝てるような恋はっていうことなんです。遊びにもならないっていうことね。ギミアシェイクね。ギミギミギミって風ギミギミ風ギミかよ、風ギミシェイクじゃねえか。ギミギミ風ギミじゃねえか。ナロンエースで止まる席はラブゲーム、ラブゲームで、そうそうそう、ナロンエースで止まる席は風にもならな い、 じゃない。風ギミギミ言うんだよ。何そんな話は。はい、うん、まあいい、まあね、ちょっともう一個マックスの話が出たんでしょ。もう確かにな、出ちゃったから。大魔神座席ロッカーの裏側にマックスのポスター貼ってた。はい、ありがとうございます。はい、やらせていただきました。はい、やりましょう。じゃあ、はい、うん、やりましょう。お手つきをしたら一回休みで、うん、一回休みね、うん、では行きます。はい、そこのけそこのけ鬼。はい。北斗晶さんのブログタイトル、そこのけそこのけ鬼嫁が通るでしょう。正解。やったー。これはね、すいません、ね、あの私、うん、北斗晶さんのブログチェックしてますね。そうですね、うん、これはもう分かりました。ちくしょう。本当にね、あの赤ジャージに、うん、鬼嫁って書いたかな、 T シャツ分かんないけど、しない持ってる感じのあれですよ。赤ジャージ、カジサックの原型ですね。カジサックの原型って言わないですよ。違います。カジサックの原型ですね。カジサック原型じゃないです。はい、鶴日和。どうした、これだろう。そうだ、絶対そう。片岡鶴太郎だろう、絶対。見つかった瞬間、ちくそ、俺を見つけたのにな。一時期バーってテレビ出たじゃん、なんか、うん、ヨガの時に。なんか、さんまさんの番組出た時に、うん、内臓を剥がすって、こう、なんかこう、ね、お腹を、すごい、すごい、ね、こんな形を変えて、グイングイン動かせるってやつね。パン1で、ほーってやって、うん、さんまさんがそれ見てて、ほーって、おーっつって、で、ふー。で鶴太郎さんが言ったら、さんまさんがでって言ったの。確かに、うん、分かんないもんね。さんまさんではダメです。で、うん、次で、はい、
メッサ丸々食べたいよ。これかな。調整だ。次は太陽さん。正解です。やったー。ちょっと見つけるのが遅いな俺。メッサ丸々食べたいよ。太陽が太陽になってるでしょ。わー、そういうことか。料理とかをよく。あ、そうなんだ。料理ブログなんだ。そうなんだ。辻ちゃんの方しか見てなかったな、うん、太陽さんのやつちょっと見てなかったですね。な、うん、ちなみに杉浦太陽さんと辻ちゃんの、うん、あの子供の名前、お子様は全部空がつきましたね、うん、確かね、うん、で読めないですね。全部読めない。オールスター高野菜の問題になってましたもんね。なってましたけど、はい、続いて、はい、歩く縁起物、日本一陽気なコーン親父。歩く縁起物、日本一陽気なコーン親父。コーン親父、幸運親父。幸運親父。ああ、ドクターコパさん。正解。ああ、やっぱ風水だ。そういうことね。そういうことか。そういうことね。なるほどなるほど。確かに幸運だな。うん、確かにな。ドクターコパは、うん、でもあの9番街エレトロの峡谷は知らなかったよ。もう本当？もう知らなかった。ドクターコパ、もう世代を感じたよね。カザト？うん、知らなかったね。まあいいんですけどね。まあいいんですけどね。ジェイウォークみたいに言うね。知らなかったよね。峡谷はドクターコパのこと知らなかったよじゃない。何ウォークなんです。ジェイウォークの J が神保町になっちゃうだろう。お、うまいですね。続きました。うん、さあ行きましょう。本、うん、進めよう、次の世代の。どっち？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 二人ともが小泉進次郎を持ってます。進めよう。進めよう。俺だ。あ、まあまあでいいですじゃあ、はい。やった。合ってるのかどうか、合ってるか分からなかったかな。よし、進次郎。進めようなんて正式なタイトル。進めよう、次の世代のために共に新しい国づくり。あ、もう長い。すごいね。ね、ブログのタイトル、ね、国づくりをで終わっちゃうの。すごいね。長いですね。やっぱね、この辺がやっぱり、ね、この辺が真珠を表してますね。確かにね、うん。ブログを更新するということは、ブログを書くということだからね。そうそう。それはそうで、うん、僕がブログを更新するということは、ブログを書くということですからね。うん、そうですよ、はい。これだけブログのタイトルが長いということは、うん、タイトルが長いブログがあるということですね。すごいですね。すごい。さすが。やっぱあの、処理水の時にサーフィンしてたの面白かったな、ね、うん。あれはなんかナイスな気がした。確かにね。うん、ただ、レジ袋の件は忘れてないけど。確かに。うん、あれのせいで本当、迷惑、大迷惑した。大迷惑ですからね。ユニコーンでいうところの。はい。行、はい、きましょう。はい。ライオンの餌。あー、これだろ！それが、探さない、畜生。すごいタイトルじゃない、ね、松島智子さん。餌って言ってる、自分のこと。ライオンの餌？はい。自分のことを餌と言ってるんですね。すごい。いくらかじられたからって。ね、かじられた騒ぎじゃないよ。噛み殺されてる。すごいじゃん。すごい。松島智子さん、すごいな。鶴の一声。うわ、これ。鶴の一声。鶴？あ、ちょっと待って。はい。これじゃない。元冬木さんじゃない。正解。やったー！あ、鶴。鶴、鶴。あー、なるほど。うわー。すごい。あー、やられた。違う違う、あ、鶴じゃなくて鳩助けた話でしょ。このそのブログじゃない、それが、その記事を上げて炎上した。まあそれは上げただろうね、多分。野生の鳥を、うん、あの傷ついてたから保護して飼ってたんだけど、うん、看病してね飼ってたんだけど、うん、野生の鳥にそんなことしたら実はダメらしいんだよね、その保護を法律上、うん、で、あのダメですよって言ってちょっと軽く炎上しちゃったっていうね、うん、でもあのルモートフィクさんはアンサーブログでね、うん、アンサーブログとして、うん、やだこのあの話さなきゃいけない、野生に返さなきゃいけないんだけど、うん、やだ、野生に返すぐらいだったら焼き鳥にして食べるっていうね、より焼いてますね、はい、どういうことですか、より焼くっていう、より焼く、鳥だったら杉田香織も鳥を食べたりする、ああ大丈夫だね、まあ、鶴じゃないもんな、うん、確かにな。続いて、はい、16連射のつぶやき、これだ、これはそうですね、高橋名人、高橋名人ね、つぶやきにしてるんだやっぱ16連射ね、高橋名人ブログやってんだ、やってんだね、ハドソンの社員さんですよね、確かに。あ、今そうなんですか。ずっとそう。そう、ずっとそうですよ。はい、うん。ご飯は残さず食べましょう。ギャル曽根！正解です。ギャル曽根だ！なんかやっぱみんな気が利いてるね。ね、いいですね、ギャル曽根ちゃん。うん、ギャル曽根さん。ギャル曽根さんね。うん、よくラビットでご一緒に。よくライブ。ずっと喋ってるよね。そう。ラビット中も。で、ラビットの時で言うと、あの、収入が多い人とかって、うん、ラビット木曜日にレギュラーでバーって並んで、うん、収入が多い順に振り返っていくみたいな、うん、東山が考えた企画やった時に、うん、川島さんと同時に一番最初に振り返ったの。びっくりしました、ね。そんなに？そんなにって言ってました。
私もらってるもんって言ってましたから、ね、相当稼いでます、川島さんクラスで、はい、もう相当送ってます、相当制作費送ってます、ね、番組のすごい大食いです、すごい大食いでございます、そう、帯やってる川島さんよりもっていう、そんなに辞任があったみたいな、すごい稼いでる、そうですよね、辞任ですかね、ここね、うん、続いて、はい、ハイフライ、ハイフライ、来た、来ました、先に来たね、棚橋さん、でしょう、ハイフライフローね、必殺技のね、そう、うん、愛してまーす、あ、そうそう、愛してまーす、うん、自分疲れたことないんで、あれ米倉涼子、あ、ちょっと混ざっちゃいました、米倉涼子じゃん、それ、うん、自分疲れたことないんで、うん、あ、私失敗しないんででしょう、うん、自分疲れたこと、なんで米倉涼子と棚橋宏が混ざったんでしょうね、混ざっちゃいました、はい、うん、不思議です ね、 ね、うん、昔女性に刺されてましたけど ね、 ね、後ろから ね、 ね、うん、筋肉量が圧倒的だとか、さすが届かなかったっ、ね、そうそうそう、届かなかったらしい、うん、すごいです、はい、はい、愉快なサムシン、うわー、いいな、ダイヤモンド愉快さん、ダイヤモンド愉快さん、ね、これ本当星じゃなくて六芒星なんですけどね、あ、そうなんですね、六芒星なんです、ダイヤモンド、ああ、そうなんだ、うん、だからやっぱ六芒星になるとやっぱ、うん、セキュリパークが黙ってない、黙ってないわけない、黙ってないんでね、黙ってないよね、うん、六芒星を使うということはそういうことだから ね、もう分かるでね、うん、やばいっしょ、やばいっしょ、はい、行きましょう、行きましょう、うん、モリモリ風呂、わー、もう夢がモリモリじゃん、いや、森口博子さん ね、うん、美しい、いつまでやっても美しい、美しいです、ね、ガンダムの歌歌ってますから ね、 ね、森口博子さん、うん、森口博子さん、島崎和歌子さん、うん、井森美幸さんとかになった時に、うん、森口さんは紅白出たことあるっていうのでマウント取るいいですね、あそこ島崎和歌子さんがずるいのよ、あの子にはバックにガンダムついてるから言ってましたけどね、さすがですね、はい、島崎さん綺麗でしたね、島崎さんお綺麗ですよね、続いて、はい、オーガニックな気分違うかな、え、おじわのりか、あー好きだオーガニックっぽいけどね、オーガニックっぽいから ね、じゃあ私はちょっとお休みで、なんたってオフの日はヘンプシードいっぱい食べてますからね毎日か、毎日食べてますから、オーガニックな気分、あなたが選び放題、これ難しいよ、え、これむず、誰もオーガニックっぽくないよ、まあ、でも行くしかない、もうあなたオーガニックって普通にカタカナでオーガニック、はい、行くしかない、あなたも北村総一郎、違います。あー、ワン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 。どなたですか？杉田かおるさんです。トリオトリオ？そうなんだ。洗濯けんちゃん？へえ。杉田かおるさん、あの今農業とかやられてる。そうか。そうか、はい。ブログチェックしなきゃな。確かに。だってあのロンドンハーツで一回跳ねたじゃん。うん、あの時今の俺らより若いらしい。あ、本当。すごいですね。あの時なんかもうなんか大ベテランみたいな、そうそうそう、感じで全然全てを知ってるみたいな感じですよね。これちょっと置いておきましょう。続いて、はい、しぶとく生きるしぶとく生きるしぶとく生きる北村総一郎しぶとくしぶとく生きてない川崎麻世、まあ、わん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 、これ分かりそうですけどね、黒沢としよう、違います、ビッグダディ、違います、しぶとく生きる、言い方あれかもしれない、胸をだ、いや違うんかい、全然、うん、しぶとく生きるみたいな感じですかね、しぶとく、美川さん、正解です、全然違ったイメージ、違うよね、うん、もっとブログ書きなさいよとかかなと思ったので、ね、そういう感じだよね、本当に、そうね、聞いてよ、うのじゃないよ違うの？違うんだ。へぇ、しぶとく生きる。ああ。ちょっと、難しくなってきた、ね。難しくなってきたな。はい。続いて。はい。クロちゃん。黒沢敏夫さん？クロちゃん？シンプル。シンプル。黒沢敏夫さん？なあ、大見住宅。大見住宅黒沢さん。一緒に踊りましょう。踊りましょう。家建てて。家建ててじゃないんだ。家建てて、家建てて。はい、真夜中の猫たち、うわー、それじゃない、これ川崎麻世さん、マヨーカイヤさん、マヨマヨ、いいよカヨさん、マヨ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 しか言ってないじゃんマヨそんなシーン、マヨマヨないって別に、エビマヨ、エビマヨかい、意外にしろよ、ほんと真夜中のマヨは川崎麻世さん、やっぱそりゃそうだよね、そりゃそうだよね、そういうのよブログタイトルって、ね、うん、
三河さん意外だったな。なあ、あんでもかかってなかったな、ね、別に。うんうん、続いて、はい、ノンピース。よし。どっち？いや、これは俺だ。これは俺。俺だ。ジャッケしよう。ジャッケピョン、ジャッケピョン、ジャッケピョン。あのさ、無視は良くないよ、本当に。無視は良くないよ、あなた。次行こう。次。次行こうじゃない。本当に。し、来い来い来い。無視は良くないよ、あなた、本当に。本当一番ひどい。こっちもやってんの。次行こう。こっちも楽しそうにやってんの、ジャッケピョンさ。無視は良くないよ、あなた。次行かない。本当に。よし、ジャケだ、ジャケだ、はい、ジャケピョン、ジャケピョン、ジャケピョン。次行こう。行きましょう。続いて、はい、トゥゲザー。よっしゃー、ルー大柴さんでしょ、絶対。俺の反射神経が遅いって。これは絶対そうよ。そうね、それはそうだね。トゥゲザーしようぜだよね、うん。長崎のことをロング先と言って、今バズってますからね、軽く。はい、続いて、つれづれハンナリ日記。はんなり、はんなり、はんなり、藤原紀香さん、いや神戸じゃん、はんなりでございます。京都だ、京都の感じ出してるよ。いやもうはんなりで、そうですよ。神戸でしょ。いや京都です。うちは京都です。京都でしたっけ、藤原紀香さん。京都です。うちはそうでした。誤解せんといてください。京都です。そうでした。京都です。あ、そうですか。京都で水素飲んでます。水素飲むなよ。水素、水飲めよ。水素飲んでます。爆発するぞ。あんまり水素飲んでたら、はい、ラブリンの情報とか出てるんですかね。藤原紀香さん、はい、2020年にタイトルを変えてまして、うん、え、おお、これになる前は、はい、気合と気合でノリノリノリカ、ノリカズセンセーション。長っ。ノリカズセンセーション。絶対そっちの方がいいよ。何、ノリカズセンセーションって何？カズって何？ノリカ、ノリカでアポストロフィー S よ。あ、ノリカズ。なるほど、うん。いいですね。絶対そっちじゃん。絶対そっちじゃん。ノリノリってついてるもんな。今それをだから正則さんが引き継いだってことが、ノリノリ正則。全然関係ないですから。錦鯉正則さんが、ここからちょっと難しくなる。え、確かに残ってる人むずそうだもんな、うん、俺の米粒。米粒、ビッグダディ。正解です。よーし、子供か。あー子供の米、子供が粒ってことか。違う違う、絶対違うでしょ。そういうことな、ね、いっぱい言うから。違います違います。え、ビッグダディね。なんか俺のって言ったらこの人かなと思ってね。まあ確かにな。俺はそういう人間だ。俺はそういう人間だ。ナローさんじゃん。違う。俺はそういう人間だ。それナローさんじゃん。って言ってたの。口笛ナロー。続いて。はい。花に水、うん、人に心。うわぁ。よし。じゃあ、あ、ひなげしの花か。うーん。わかんない。丘の上ひなげしの花。かうん、そっちの花、ね、私はアグネスちゃん、あなたは？私は、胸をハウスで。鈴木胸を。正解は？はい。鈴木胸を。胸をです、やっぱり。ありがとうございます。胸をか。室岡見てるか？見てないよ。秘書。室岡見てるか？見てない。秘書。秘書ね。うん、はい。続いて。はい。夢見る勇気。あー、そっちか。わかんない。堀内。確かに。じゃあ、堀内監督。あ、そう、先に。違う。違う。お手つきだ。クリス・松村さん、そんなことしないと、もっと分かりやすいと思う。本当？うん。ヘキサゴンファミリーって。もっとヘキサゴンファミリーっていうタイトル。タイトル？ダンサーで、みたいな、うん。短パン。短パン。今の短パン。短パン。背景お父ちゃんへとか。うん、そういう感じだろ。うん。ワグネスちゃん。はい。違います。ワンワンワン。じゃあ、総一郎さん。今日も総一郎さん。違います。クリス・松村さん。クリス・松村さん。絶対違うよ、お前。変えた方がいいよ、絶対。そんなタイトルじゃない。短パン。うん、短パン日記。ちなみに、クリス・松村さんは、うん、あの、ファンであるオリビア・ニュートン・ジョンの楽曲から撮ってた。ああ、そうなんだ。それはわかんないな。昭和歌謡とか好きなんだよな、この人。そうか、そうか。それじゃわかんないな。わかりづらいな、でも。はい。続いて。はい。行獣座が。行獣座。行獣座が。もう意味わかんない、ね。わかんないな。あ、どうぞ。こ、北村総一郎さん。おい、どういう意味ですか、ちょっと総一郎さん。行獣ギガみたいな。まあ、住むとか寝るとか座るとか。ああ。ああ。いいですね。かっこいい、かっこいい。かっこいい。あ、それいいっすね。北村総一郎かっこいい。うん。じゃあもう、アグネスちゃんか、堀内恒をどっちかでね。次は。V9 じゃない、V9 ってこっちだ。アグネスちゃんになる。そのまんまかい。そのまんまじゃねえか。そのまんまじゃねえか。散々惑わしやがって。なんだよ、アグネスちゃん。
そんな、ね、ブログ書くんだったらもうちょっと日本語を上手に喋りなさい。昔言われたけど。いつまで片言なんですか、あなた。昔言われたけど。こんなに日本語、日本にいるのに。片言ビジネスやってるな。あ、言うな、そんなこと。ね、本当に。そんなことないです。はい、アグネスチャンさん。じゃあもう、最後もう早。今日の男。俺だ俺だいや、じゃあもうジャンケンだジャンケンジャンケンジャンケンピョンジャンケンピョンジャンケンピョン関係ないじゃん。こういうジャンケンピョンね。関係ないじゃん。ジャンケンのジャン、ジャイアンツのジャンだから。ジャイアンツ。どういう意味だよ。ジャイアンツ。V9 の時の話してんの。それはエースだからね、V9 の時の。V9 の時の話してんの。V9 の時のエースだから、堀内恒雄は。清原は、あれですよ。何？清原お寿司屋さんに行って、なんかに何か苦手なものありますかって言ったら、桑田と堀内って言われて。いいですね。いいですね。仕上がってますね。仕上がってます。うん、数える？じゃあ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あー同点じゃん。引き分け、そんなことある？すごい引き分けなんだ。引き分けだ。あ、だから。あ、そう、これがあったら。あ、なるほどね。なるほどね。あ、引き分けでした。白熱。うん。最後、俺が堀内取ってたらな、じゃあ。いや、もう。そう。くそ、俺がドクターコパーに気づいてればな。ちくしょう。手投げでし。引き分け。これ面白かったね。面白かった。というわけで。はい。ブロックカルタでした。はい。See you again!